今回は「子供を殺してください」という親たちを紹介します。自らは病気の自覚のない精神を病んだ人を説得して医療につなげてきた著者のもとには晩策尽きて疲れ果てた親がやってくる過度の教育圧力に潰れたエリートの息子酒に溺れて親に刃物を向ける男母親を奴隷扱いし ゴミにうつもれて生活する娘、究極の育児教育の失敗ともいえる事例から見えてくることを分析しその対策を検討する現代人出読衝撃のノンフィクション一説によると家庭内での殺人が全殺人事件の過半を超えたという民事不介入という原則に縛られて動けない警察。 刃物を振り回すものを扱いきれない保健所などの行政機関、おためごかしの制度はあっても、壁がいくつも立ちはだかる著者は、そうした家庭の SOS に対し、果敢に対応してきた著者の活動は、その気の触れたものの過去に遡る入念な調査から始まる。その人生を遡行した記録は、ファイル何十冊にも及び、それを元に戦略を立て、 保健所、警察、病院をコーディネートする。そして、家に乗り込み、相撲のごとき、一瞬の立ち合いで勝負をつける。誰にでもできることではない。費用もかかる。著者は本書で法と行政の整備を訴える。それが叶えば、彼は仕事を失うに違いない。しかし、彼がそれを訴えるのは、 やはり人を救いたいという思いからなのだろう。家庭でのしつけ教育が狂った時の恐ろしさを身に染みて感じた迫力の書だった以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。